孫権と行動を共にする竹中半兵衛らは大阪城に向かった。そこでは各地から集められた潤沢な資材を用い、決戦兵器八潮織の増産が行われていた。幼者討滅を唯一可能にする兵器、やがてその存在を嗅ぎつけた妖魔の大軍が攻め寄せる。しかし討伐軍にはわずかの動揺もなかった。八潮織の警備には最大の戦力が割かれていたからである。孫を上杉、武田、北条、織田、各国が手を取り合った今、妖魔の軍勢などを恐れるに足りない。妖者出現の事実は変えることができなかった。だがこの先の未来を変えることはできる。それだけの力を人は手にしていた。妖者を倒すための兵器、八潮織の量産が完了した。あとはこいつを討伐軍の拠点小田原城に運び込みや、俺らの仕事は一段落だ。報告します。妖魔の大軍が接近中とのこと。じゃ払うべし。今のわしらなら余裕じゃねえ。江東の虎に甲斐の虎、越後の竜に相模の獅子、おまけに魔王まで揃っとるからね。ふふ、強じよう、ゾウ。うってたやせ文化のごとき妖魔を。へえ、なぜに任せて押し潰せ。暴走きたれ、変身が防がん。ちょうどいいところに兵器があるね。わしらはこれで敵の足を止めちゃおうか。流れが来ているな。このまま戦線を押し上げるぞ。焦るんじゃねえぞ。じっくり引きつけて矢の雨を浴びせてやれ。よし、俺たちはここに構えるぞ。侵入してきた敵を残らず狩り尽くせ。江東の虎孫権さん、甲斐の虎信玄さん、越後の竜謙信さんに、相模の獅子氏康さんで、魔王織田信長。この戦い、びっくり動物大集合だね。攻めよ、妖魔打ち払うべし。偉い人たちが揃ってるとさ、楽できていいよね。こうして皆が結束した。これこそ半兵衛殿の努力の賜物でしょ。今回の俺、寝てたらダメかな。頑張ったご褒美って。これダメですね。メッセ、だいぶ戦線を押し上げられたね。このまま一気に勝負を決めちゃおうか。いい調子じゃねえか。このまま押し上げるぞ。なんかうまくいきすぎてる気がする。かかりやがった。ドラガニッキに龍が一匹、獅子と魔王と、おまけにお猿さんが加わっちゃったよ。さすがにもうお腹いっぱい。
おや、お猿さんに一杯食わされちゃったかね。深く。しまった、完全の獲物に気を取られすぎたか。今が好機だ。やらされた奴らを潰せ。もう偶然は起きないよ。僕が人間に負けることはない。これでナタの術は解けたはずだよ。見つけたぞナタ、俺と勝負しろ。ここで呂布の登場とは、ますます戦場が混沌としてきたな。優越、さらなる闘争を楽しまう。お呼びでしょうか。どけ、俺の狙いはナタ一人。貴様ら雑魚に用はない。わぁ、王星様、やっとお会いできました。朝鮮、朝鮮、無事だったのか。お覚悟、王星様。またお覚悟、私と共に歩んでいただけますか。当たり前だ。いい働きだ。さあ、宴の時間です。頑張ります。2番。僕はもう負けない。僕も人間より弱いはずがないんだ。僕が弱いはずがないんだ。だって強くなるために改造したんだから。そんな無駄だったの。妖魔は打ち払った。小田原城へ向け兵器を運び出せ。妖者討滅の戦始めようぞ。僕が三度も人間に負けた。立て、俺と戦え。そんなボロボロの体で無駄だよ。黙れ。無駄なのに。無駄でもいいのかな。ああ、楽しかったっと。全て打ち払い。これでゆっくり兵器を運び出せるね。さて、久しぶりに小田原へ帰るが。うん。古老館、生徒に向かった者たちも役目を果たし集っている頃だろう。妖者討滅の戦開幕ぞ。
号令が欲しいところじゃねえ。さてふさわしきは誰だ。困難に屈さず時を超え、俺たちを集めたドワフォードンしかいねえわな。カグチ、呼ばれてるよ。行くぜ。進軍開始。たくさん悲鳴が聞けて楽しかった。